カメムシメあるいはハンシメヒミプターは、昆虫の分類群の一つで、口が針状になっているのが特徴である。カメムシのほか、タガメ、アメンボ、セミ、ウンカ、アブラムシなど、人間に関わりのあるものも多く、非常に多様性に富む。カメムシメは、非常に多様性に富み、様々な生活をするものがいるため、全体の形や、各部の構造はその群によって、大きく異なる。 淡水性のものでは水中生活のための構造が発達する。アブラムシや貝殻ガラムシでは羽を持たないことも多く、炭ため生殖による繁殖を含む複雑な生活感を発達させ、また、寄生生活のものでは足や大切構造までも失って、とても昆虫とは思えない形のものもある。共通する特徴は後期が細長くなり、 左右が重なり合うようにして針状になることである。蝶目のものもその点は似ているが、亀虫目のものは後期全体を巻き込むことはせず、頭部から腹部にかけての腹側の中心線に沿って収める。ただし、一部には後日のように接触において主役を演ずる後進を体内で巻き込むものが知られている。触触性のものでは後期の鞘に当たる興奮は細長く、 肉食性のものでは短く、鍵型に曲げるものが多い。内部の口りも、食食性のもので非常に長くなっているものが多い。細長い後器の外側を覆っている興奮は、下唇がトイ状に変形したもので、内部にりを収める。後心は、針状に変形した大顎と小顎、つまり2本の大顎針と2本の小額針から形成されている。 左右一体の小額針は内側に二本の溝が刻まれており、これらが完全に密着、緩合することで内部に二本の通路を持つくだとなっている。この通路のうち、肺放の通路の中は、唾液が通って接触部に送り込まれ、腹方の通路の中を通って食物が吸引される。左右一体の大顎針はしばしば先端の外側が、挙子状になっており、 小額針の外側を交互に滑るように前後、運動して、後進全体が食物の内部に差し込まれる通路を切り開く。後進は、後粉の先端から突き出せるようになっている。興奮後粉は、後進が接触対象の内部に刺さっていくに従って、折れ曲がったり、蛇腹状に縮んだりして、後進をより長く突出できるようになっている。後進は、 食物を接触対象の非常に奥深くから吸い上げるものの中には興奮よりもはるかに長くなっていることがあり、そのようなものでは頭部の内部に形成された空所に全イ状に巻き込んでいる場合がある。更新を用いた食物の取り方は非常に多様で複雑である。植物食のものではンタ束の銅管や脂管を口張りで探り当て内部を流れる液を摂取する。 物、種子の使用や排入といった栄養貯蔵器官、葉のような動化器官内部の柔ら組織を消化酵素を含む唾液とともに、口針で突き崩し、体外消化して吸い込むもの、気候から口針を差し込んで個々の柔ら組織を構成する細胞の中身を吸い取るものなどが知られている。 動物食のものでは、獲物の体内に麻痺性の毒素を注入して動けなく、した後に消化液を注入して、内部を溶かして吸収するものが多いが、哺乳類や鳥類といった、脊椎動物の血管を探り当て、吸血するものも知られている。成虫と幼虫は大抵同じものを食べる。親が子を保護し、親子の集団を作る、いわゆるアジャカイ性のものが様々な分類群に見られ、 アブラムシ類には新社会性のものが知られている。また、羽ねた形を示すものも様々な群に見られる。それ以外にも集団を形成するものがあちこちに見られる。ソワゴメ、アザミウマメと近年で合わせて純真羽類をなす。カメムシ目は従来大きく横ばいア目とカメムシア目に分類されてきた。しかし横バいア目は近年ではガワ系統と判明しているため、 分類群として使われることは、少なく、いくつかのアモクに分割され、カメムシ目は3から5のアモクに分けられる。これらのうち、首粉アモクも側系統の可能性があり、2つのアモクに分割されることも多い。プロスサリンチアモクを分割することも多いが、こちらの単系統性は、ほぼ確かであり、単に分類階級の問題である。これらの間の系統関係は次の通り。 アーキリンチ、クリピーウリンチ、プロッサリンチ三系統間の関係は、首舟目を単系統とする説や、クリピーウリンチ、プロッサリンチを単系統とする説があり、不確実である。ありがとうございます。